ジャクソン湖ダムティトン郡はアメリカ合衆国のワイオミング州にある郡。人口は2万1294人。郡庁所在地はジャクソンである。郡内には広大なジャクソンホールスキー場があり、その上、グランドティトン国立公園の全域とイエローストーン国立公園の40.4%、同公園の水域の96.6%以上をカバーしているまた、 住民一人当たりの所得が96,570ベイドルとニューヨーク州のマンハッタンに次いで国内で2番目に高い。ティトーン軍はジャクソン小都市統計地域の一部を構成している。ティトーン軍は1921年に設置された。国勢調査によると、この軍の総面積は1934平方キロメートルである。 このうち1380平方キロメートルが陸地で554平方キロメートルが水域である。総面積の5.07%が水域となっている。ティトン軍は他の州の同盟の軍と隣り合う全米でも珍しい軍の一つである。ティトン軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査でこの軍は18,251人。 7688世帯及び4174家族が暮らしている。人口密度は2平方キロメートルで1平方キロメートルの平均的な密度に1267件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人93.59%アフリカンアメリカン0.15%先住民0.53% アジア系0.54%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種3.93%、よびパ欠1.22%で、人口の6.49%がヒスパニック、またはラテン系である。人口のうちセントが、ドイツ系、セントが、イングランド系、セントが、アイルランド系、ントが、 アメリカ系移民の子孫である。7688世帯のうち25.60%は18歳未満の子供と暮らしており、45.30%は夫婦で生活している。5.70%は未婚の女性が世帯主であり、45.70%は家族以外の住人と同居している。27.30%は独身の居住者が住んでおり、 3.70%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.36人で、あり、家庭の場合は2.89人である。軍内の住民はーセントが十八歳未満の未成年、十八歳以上十四歳以下がント、二十五歳以上十四歳以下がセント、四十五歳。 以上64歳以下が25.00%及び65歳以上が6.90%にわたっている。中央値年齢は35歳である。女性100人ごとに対して男性は114.30人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は115.50人いる。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は54,614ベイドルであり、家族ごとでは63,916ベイドルである。男性の34,570ベイドルに対して、女性は29,132ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は38,260ベイドルである。人口の6.00%及び、 家族の2.80%は貧困線以下である。18歳未満の5.70%及び65歳以上の4.40%は貧困線以下の生活を送っている。ジャクソンの斜面に建てられた住宅庁国勢調査指定地域その他、ワイオミング州、キトン郡の基礎情報、全国カウンティ協会、2008年11月2日閲覧、アメリカ合衆国の調査団、 アメリカ合衆国国勢調査局2008年11月2日閲覧。軍の一人当たりの所得。アメリカ合衆国労働省労働統計局2008年11月2日閲覧。アメリカ合衆国国勢調査局2008年11月3日閲覧。ありがとうございます。